配信に来ましたはいすいませんねちょっとねこんなあの間が空いてしまってあの TikTok の方を撮るために実はちょっと言わなかったんですけど TikTok を撮るためにちょっと配信の方を、えー、送らさせていただきましたすいませんあそうでもこれパジャマじゃなくてね何ていうかね <laughs> TikTok 用の服というか。 ゆきちゃんとお揃いでゲットしましたので、はい。来てます。そのままちょっと撮ったままの格好で来ました。<laughs> そうでも意外とね。さっきねしょ。あのー、ショール、あの1日こっちんの配信を終わってすぐにあのゆきちゃんと tiktok を撮ったんですけど、もう意外に時間が余ってしまって <laughs> 時間かかるかなと思って。9時にあのみんな集合ねってお願いしたんですけど。 あのー、ほんと8時ぐらいにちゃんと TikTok が終わりましてもう暇でちょっと今眠すぎて一回寝ましたん <laughs> からお仕事一個なんか収録声の収録自分でしなきゃいけないのがあったのでそれを収録してでもそれでもまだ暇だったからもうちょっと今30分ぐらい寝てました <laughs> そうちょっとね遅く設定しすぎたなと思ったんですけどはい。 すいませんね遅くなっちゃってそう申し訳なかったちょっと時間の計算がうまく合わなかったです今日は TikTok があのー、スムーズにいったのでそうちょっと意外といけたのであれなんですけど t i k t o k 一本何分ぐらいかかるえー、何分だろうなでも本当ものによるというか感じですね昨日は あ一昨日か一昨日のやつはめちゃくちゃ時間かかったりとかしましたけどほんとものによりますけど今日はもう結構早めにまあ早めに集合したのもあって撮れましたけどって感じですねはいって感じですちょっと真っ暗だとなんか寂しいなみんなのアイコンも見れないしなんか投げたりイボスとかも全然見えないんですけどでもコメントは見えてますよなんだろうねしかもねそう 本当 MacBook っていうんですかパソコンで配信しようと思ってたんですけどなんかうまくいかなくてそうなんでだろうねなんかダイアログがなんちゃらかちじら難しい言葉ばっかり言うもう普通に普通に配信させてほしいなと思っちゃったちょっと私あでも私の頭が弱いだけだと思うんだけど <laughs> もう TikTok 上がってますね おそうさっきね9時に私があげました <laughs> そうそしてねやっぱちょっと配信中には見せられなかったんですけどもじゃん「鬼滅の刃」をゲットしました <laughs> イエーイ でもちょっと1巻から18巻までは買う余裕がなかったのでまあちょっとずつちょっとずつ買っていこうかなって感じなんですけどそう、まあ、19巻は前回の復習みたいな感じで読もうかなっていうので20巻はまあゲットできましたので無事はい読もうかなって感じまだ読んでないんですよだからそうさっきの時間に読めばよかったんだけど暇の間にねでも全然。 えめちゃくちゃゃく面白いです私はでもなんか話題の漫画とかは結構読む人なんですけど「あのー、東京グール」とかあと「進撃の巨人」とか「キングダム」もなんか第一章的なところまでは読んだんですけどあとなんだろうな有名なやつそういうところ系は結構ね話題になるとすぐ読んじゃうんですけど気になって。 でもこれは初めてなんか本誌を追いかけたくなったのとあとちゃんと何自分で買って見返したいなって思ってしまった作品で本当にまあ普通の人とかだったらにわかではあると思うんですけれどもそれでも本当にハマりましたすごい好きですなんか嫌いになるキャラクターがいないというか 全部にストーリーがあって深いなって思うんですよね。うん、すごいいいですよ。そう、なんか映画とかもさ、何月になったんだっけちょっと延期みたいになったよね。延期じゃないのかなあれ、分かんないけど。11月とかじゃないっけ ?10 月だっけこれ、ついてたよな。あ、10月だ。10月16日ですね。 もうその時には本当に世間が平和になっていてなんかもう映画館とかでも隣の席とかでみんなと見れるようになってたらなって本当に願ってますやっぱこの作品読んでる人多いのでそう「鬼滅ね」ね読んでる人多いので k 2とかでもさそのさルカが貸し出してくれてたからさエゴさんとかミナルさんもだしまあそうルカもそうだし。 最低でも4人ではもう見に行けるわけじゃないですか状態的にはそれプラスさきポンとかも読んでるしもうみんな読んでるから「もうみんなで見に行きたいよね」が「で語りたいよねあれよかったね」つってだから本当10月には平和になってることを祈ります私は、はい、でもの本当お風呂とか使いながら見たいですからそしたらすぐシワシワになりますからねこれ。 ちょっとそれはでできないんですけどまあちょっと誕生日みたいな感じで19巻と20巻を買ってみましたうん他の巻も欲しいな「<laughs> 鬼滅」読んだことないえー、読んでくださいお願いします推しキャラは推しキャラはあのー、善逸と 渦井天元さんがすすごい好きです <laughs> めちゃくちゃ好きファンと一緒に映画を見るイベントやったらいやでもそしたらファンの人は落ち着かないし普通に作品を見てほしいのでなんかそのそういうことしてる場合じゃないかなって思う <laughs> 本気でちゃんと見てほしいし私もちゃんと見る。 お姉ちゃんが鬼滅読んでる、えー、妹さんは読まないんですかえーめちゃ面白いよわかんないけどかみさんが全巻揃えて嬉しそうに帰ってきたよ <laughs> かわいい。この作品の一番惹かれるポイントさっきも言ったんですけどもう本当になんか一人一人にちゃんとエピソードがあってその内容も濃いし なんか感動するし、うん、なんか無駄がない話のスピード感もめちゃくちゃいいしマジで今んとこ分かんないですけど19巻までしか読んだことないですけどスピード感がめちゃくちゃいいですアニ,メアニメと漫画をどっち読めばいいですかえー、でもどっちでもでもアニ私はアニメ見てから漫画読んだかなだからアニメ見て漫画読んだらいいんじゃない あのーまあ、もちろん漫画とかの進んでるし話は一回見てでも普通にアニメ見た後だったけども漫画もすごい感動したしめちゃくちゃ良かったですアニメと漫画で絵のタッチがが違うのどっちが好きあーでもアニメ初めて見た時の,あのきれ絵のきれ麗さはめちゃくちゃ びっくりしたアニメってこんな進化してるんだって思ったけど漫画は漫画でてかなんか,なんか絵が全部好きだからなんかちょっとさにまあ本当に申し訳ないんですけどちょっと苦手な絵とかあるじゃないですかそういうのはないなと思ってそう好き本屋で売ってるかな売ってるんじゃないですかわかんないけど もうぜひ読んでください <laughs> そう本当はねこれ出したかったけどちょっとねいろいろな権利でね出せなかったんですけどこの後読みますはいちょっとここにはあるかな,なんか話すこと。 敵キ,キャラがたまに「ヒロアカ」でも似てるの出てきてかぶる内容全く違うかああねなんかさ「ヒロアカ」「ヒーローアカデミー」でしたっけあれもいいって聞きますよね。でもちょっととハマるともう ハマるの怖いし私ねそういうね名前登場人物の名前とか全然覚えられないからちょっとね食い止めてるというかやめてるんですけど見るのはうんでもちょっと気になりはしているかな電子あでも読むけど読んだけどめっちゃハマってた時あったけどでも普通に漫画の方がなんか いいですよね分かんないけどなんかいいなって思っちゃうやっぱ紙の方が「鬼滅は日本の神話が絡んでること知ってますか?えー」えそうなんだでもなんか呼吸法とかは本当にあるみたいなのは聞いたあのルカが言ってた私がなんかあの本当鬼滅」読んでハマった時にルカになんか「鬼滅」読んでからちょっとあの公演の時とかの 呼吸,呼吸法をちょっと変えてるみたいな話してそしたらんか強くなったみたいな話をしたらなんか本当に実際呼吸法なんかそういうの本当にあるらしいよって教えてくれた <laughs> 今日早く寝るのいやもうこれいや鬼滅見てからじゃないと寝れないなって感じですねでも本当今ねニキビができちゃって本当 まあちょっと自分がお肌ちょっといじ触っていじったのはいけないんですけどそうニキビできちゃったんでもうさっさと今もうほんとメイク落としてオフオフしたいなって感じですあとね目もねかゆいのまだ治ってなくてそう前ね前のねショールームの時言ったんですけど目がもうカサカサで本当にマジでじゃもう配信じゃ伝わらないっすよねなんか本当に なんかやばくて今だからこっちの目の二重幅がバグってるんですよまあありがたいんですけどそれはそれで広くなってるからもう腫れちゃっててめちゃくちゃ目が朝起きるとねもうほんとこんなんえこんなんなってるんですよなんか眠そうな目みたいな二重幅がすごすぎてそうだからちょっと直さなきゃなっていうのと。 お腹いたな食べてないんですよ。そうさなんで寝たんさっきなんで寝たん私いろいろねやりすぎてねなんかね食べてないんですよね夜は野菜取らないとそうだよねそうだまたさあのそれこそさルカと話したけどさあのどの声で亡くなった事件あるじゃないですかあの時 ああの栄養失調みたいな <laughs> なってて喉の回復が遅れたし本当そういうふうに声が出なくなったみたいな言われたんですよ私今同じこと起きてんじゃないかと思って栄養失調になってるからこん,こんなすぐあの目がかゆいのが治んないのかなと思ってそうとやト行かなきゃなと思った。 まあいけないけなど今の時期はそうそれもあるのかなって思ったなんかその栄養失調になった時はもうすぐ和食屋通って栄養をとってたんだけどそれもできないわけじゃん今の時期はだからさよくないよねほんとベトコンラーメン行ってきたよえ美味しそうてかベトコンラーメン食べたことないんだけどさなんかさなんかね小さい頃ねあのー、私ラーメン ラーメンノートっていうのを作るぐらい本当にラーメンがめちゃくちゃ好きでお母さんとなんかお昼ご飯お母さんがお仕事お昼ない日とかの私の土日のお休みの学校のお休みの時とかにあのいろんなラーメン屋さん連れてってもらってたんですけどその中で藤枝だと思うんですけど藤枝っつってすぐ分かんないと思うんですけど焼津の,の隣の市なんですけどあのその藤枝市にある ラーメン屋さんがすごいお気に入りですごい食べに行ってたんですけどあのお母さんが毎回食べてたのがベトコンラーメンベトコンラーメンって辛いラーメンでしたっけ合ってるかな辛いラーメンなのかななんかお母さんが毎回それ食べててお母さんも美味しいねって言って私も一番一番好きなラーメン屋さんだったんですけど美味しいねって食べてて で小さい頃だったからやっぱ辛いラーメンは食べれないんですけれども私は小さかったからだけどお母さん食べてたのを最近それ思い出してえあの店行きたいなって思ったんですよそうちょっと辛いのかうんベトコンラーメンだからそのお店のベトコンラーメンを私は食べたくてそう今度あの。 本当、ね、この自粛期間にパッてなんか急に思い出したからなんか、ね、自粛期間終わって実家に帰れる日安全に帰れる日があったらちょっとそこ食べに行きたいなと思うんですけどでも結構ねあのねご高齢のご夫婦さんというか家族でやってるような感じのお店だったのでまだやってるか分かんなくて。 もうやっといたら全然おすすめとかしたいんですけどちょっとわかんないのでまたやってたらはいお知らせしようかなと思うんですけどめちゃくちゃ美味しかったんだよなあのラーメンちょっと味覚えてないけど <laughs> すごいでも本当にね自分の中で一番好きなラーメン屋だったのそうそれ食べたいなえてからラーメン食べたいやだー なんかね自粛期間入ってすぐはねほんと袋ラーメンめちゃくちゃ食べてたんですよ大好きだからラーメンでももうそれに飽きる時期に来ててやばくないそれって結構なピンチじゃないもう秋田の家で食べる袋ラーメンはもういいのお水に行って食べたいんですよ私はいやもうほんと早く早く自粛期間終わるといいですよねほんとね そう持ち帰りできないしなんかウーバーとかでもないんですよねやっぱ混ぜそばとかしかないんですよねそういやだなもうお腹空いてきちゃったよ出前とかあんのからもう普通の醤油ラーメンでいいんですよ食べたいのよだけどさなんか何か買って食べてやっぱ家で作るのと全然違うなって思うよねやってみると。 そうでも今最近はあのー、あ料理作って…なんかちょいちょょいいます <laughs> みんなに見せられないような料理作ってるんですけど最近はあのコ、ー、がすごいお気に入りでまいたけまいたけ一番好きなんですけどまいたけとぶなしめじとエリンギを入れて卵で閉じて食べる。 めんつゆとかで味付けしててて食べるっっいうのにハマってますあとお母さんが教えてくれたたけのこのおつまみみたいな美味しい味のなんか無限に食べれるようなレシピを教えてもらってそれも作ったりしてますウーバイツってプラスいくらなの えー、分かんないですものによる感じかなそうまいけいいですよねてかなんかキノク類ってめちゃいいみたいなの聞きますよね分かんないやっぱそれだけに頼ってちゃいけないからなんかあのレタスとか買ってサラダとか時々食べてはいるんですけど そうすごいねキノコ類がめちゃくちゃ好きなんですよね<う>でもあとねトマトとか食べたいんですけどトマトがマジで高くてちょっと手出せないなっていう感じですねやっぱトマトはいつもあのいやずの方が送ってくれるんでまあ、それに甘えてはいけないんですけれどもやっぱそれが食べたいからちょっとあんま 自分では変わらないかなって感じなんですけど。そう。アメーラトマトめっちゃ美味しいですよね。そう、最近あのもう何、もなに。ユーチューバーさんが、なんか、今。あの、トマトをお取り寄せするの好きでみたいな。出してたトマトがアメーラトマトで。っていう方を二人も見つけ、見て。 えすごいと思って焼津すごいと思っていつも焼津市から送られてくるアメーラトマト箱でこんぐらいのやつ送られてくるんですけどそれを有名な YouTuber さんがお取り寄せしていて「えすごい!」ってなって「焼津すごい!」っててかアメーラトマトすごいというかそうやっぱフルーツトマト界が有名なんですかねわかんないけどそう2人もねゲットしててねそうあ岩佐さんとかもゲットしてましたね そうとかなんかあのー、もう卒業されちゃったんですけど美キさん八方美樹さんもうなんか美味しすぎてネットで注文したみたいな言ってくれてたりとかしてそう本当に美味しいんですよね甘い甘いらしいですよっていうか甘い糖度が高いみたいなちょっとそうフルーツトマトみたいな感じで皮が結構パリッと。 なんかもうほんと食べるとパリっていうぐらいほんとしっかりしててなんか多分ぐちゃぐちゃなんかトマトってそのぐちゃぐちゃ感が苦手っていう方は多いと思うんですけど結構多分アメーラは甘いしその食感もしっかりしてるから多分なんか万人受けするトマトなんじゃないかなって私は思うんだけどどうなんだろうね分かんないですそうちょっとお高いんですよね <laughs> お高いんですけどそう。 でも本当に美味しいから食べてほしいなって思うえてか待って15分も表示されないんだけどさ私のこの真っ暗真っ暗画面 <laughs> 15分ってことも表示されなくて絶対15分以上経ってますよね今全然全然表示されないあみんなは表示されてんだそう表示されないの今日めっちゃ不調 <laughs> めっちゃ不調 どうしたの携帯どうしたのこれまあそろそろ終わろうかなまたショールームやりますのではい今日はとりあえずここら辺にしようかなと思いますちょっとマジでお肌の治安が悪いのでそれは怖いのでもう今日はさすとメイク落としてい。 漫画読んで寝ますということで皆さん見てくれてありがとうございました。バイバーイ。